はい、今回は椅子の上であぐらをかいて作業をするということについてお話しします。いいか悪いかです。まず椅子の上で、あぐらをかくというのはどういうことかというと、こういうことですよね。あぐらをかいてこう机に向かって、まあ、キーボードをするみたいな、こういう、まあ、姿勢取っちゃう人もいると思うんですが、よくないです。何が良くないかというと、これ私の背骨見えますか？大体こうやってやっちゃうんですけど、もう猫背です。背骨や腰に負担がかかります。肩もこう内側に入ってますので、頭も前に落ちますし、肩の負担がかかるだけじゃなくて肩こりもしやすくなります。頭が前に落ちますからね。かなりこう力を入れないと背骨の逆筋というのはキープができませんから、こんな感じでやるのもこれはこれで今度苦しいです。それに膝は曲げっぱなしは良くないです。膝関節に負担がかかります。それに血管ですね、ここがもう詰まっちゃって血流も悪くなります。足というのは最低でも90度か、まあ、それより前に出てた方がいいです。ここ曲げっぱなしっていうのがまた良くないので、あぐらをかいて作業をするというのは、まあこれたまにやるとかそういうのは否定はしないですけど、非常に体に負担がかかりますのでおすすめはしません。もう一個、椅子へ良くないです。椅子への負担が大きいです。あぐらをかくっていうことはかかとがこう座面の上に乗るのですが、椅子の座面というのはかかとをこういうのを乗せるようには設計されていませんので、この部分に非常に負担がかかって摩耗が早くなったりへこんだりダメになりやすいです。長期保証の椅子だとしても、ここでこうやってガシガシ当たって摩耗してしまったものっていうのは保証対象外になることがありますので、椅子への負担を考えるともうあぐらも、まあ、こういう縦膝もですね、良くないのでやらない方がいいです。そんなわけで椅子の上であぐらをかくのは良くないですよっていうお話でした。パソコン作業をデスクワークするときは、まあ、なるべく膝を曲げないようにして肘を置いたまんま、こんな感じでキーボードができると一番いいですね。もちろん足がつかなくなったらフットレストを使ってください。座り方気にしてみてくださいね。今回は以上です。では。